エザード・チャールズはアフリカ系アメリカ人のプロボクサー。元世界ヘビー級王者。ジョージア州ローレンスビルで生まれたが、一般にはシンシナティ生まれだと考えられており、シンシナティコブラというニックネームを持つ。彼はヘビー級のボクサーとして一般に認知されているが、初期にはライトヘビー級であった。ライトヘビー級ではチャンピオンになったことがないが、リングマガジンでは、 彼を史上最強のライトヘビー級ボクサーにランクしている。1940年にプロ転校したが、第二次世界大戦中は従軍したため1944年から1945年にかけては試合の出場がなかった。戦後はボクシングに復帰し、数々の業績を打ち立てた。彼はライトヘビー級チャンピオンのアーチ・ー・ムーアを3度も破っている。 ムーアを子で破った直後、彼を悲劇が襲った。対戦したサム・バローディという若いボクサーが、試合中の怪我が元で亡くなってしまったのである。チャールズは大きなショックを受け、ボクシングをやめることも考えたが、バローディの父親から説得を受け、思いとどまった。バローディの父親はチャールズに対し、サムはボクシングが好きだった。ボクシングは、あれの生きがいだったんです。 あんたがボクシングをやめたら、あの子は喜びますまい、と言ったと言われる。彼はこの出来事の後に、相手を完全に打ちのめさないような、慎重なボクシングスタイルに改めた。ライトヘビー級ではチャンピオンになることができず、ヘビー級に階級を上げることを決意した。そして1949年6月22日、彼は、ジャーシー上を折ることを判定で破って、 空位の全米ボクシング協会世界チャンピオンの座に着いた。翌年には前チャンピオンで目標としていたジョー・ルイスも判定で破っている。1951年、彼はウォルコットとの再戦を制したが、再再戦では7回に左フックを喰らい、小まけを喫してしまう。ウォルコットとの第4戦、第5戦は共に論議を呼ぶ判定で破れたが、もし勝っていたら彼は、 史上初めてヘビー級王座への帰り咲きを果たしていたことになる。後にチャールズはヘビー級チャンピオンのロッキー・マルシアノに二度挑戦した。彼とマルシアノの二度の試合は名勝負と言われている。1954年6月に行われた第一戦ではチャールズは積極的に攻め、ポイントでは上回っていた。9月の第二戦でもマルシアノの花を割り、 tk o 勝利まであと一歩であった。しかしマルシアノは8回に逆転庫でチャールズを破り、この試合はファイト・オブ・ザ・イヤーと言われた。晩年には彼は経済的な状況から引退ができず、最後の23戦で12敗を重ねた。結局、彼の生涯成績は96勝25敗1分となった。1975年。 辻縮性即策効果症により、シカゴで死去。1990年には国際ボクシング名誉の電動博物館に電動入りを果たしている。ありがとうございます。